クリミア半島に通ずる幹線道路ヘニチェスクにおいて、ロシア軍の武器庫がウクライナ軍によって破壊されたとの情報を入手したよ。武器庫が大爆発を起こしたことにより、今後の戦況がどのように変わるのか、注目が集まっているな。そうだね。さて今回はそんなヘルソン州ヘニチェスクで武器庫が大爆発を起こした件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナメディアをはじめとして、アメリカのウォールストリートジャーナルやデイリーメールなどで、ウクライナ軍当局者が南部ヘルソン州のアゾフ海沿岸にある港湾都市ヘニチェスク近郊の村に、ロシア軍が設けていた武器庫を破壊したことを6月18日に発表したと報じたよ。ヘニチェスクとは、ヘルソン州のアゾフ海と黒海間のヘニチェスク海峡に面する港湾都市であり、昨年11月にロシア軍がヘルソン市を放棄してドニプロ川東岸に撤退した後、ロシアはヘニチェスク市をヘルソン州の新たな州都としていたんだ。今回、破壊された武器庫はヘニチェスク市から20キロほど離れた村にあり、どのような兵器や弾薬がどれほど格納されていたのか明らかにされていないんだけど、SNS などにアップされた爆破に関連した映像では、この日の早朝に村全体を揺るがすような爆発音とともに、巨大な閃光と煙が立ち上る様子が撮影されているほか、ミサイルと思われる物体が火を吹きながら上空を飛来する様子も映し出されているね。同日にウクライナ空軍のミコラ・オレシチュク司令官はクリミア半島の北側に隣接する、ヘニチェスク市近郊の村のロシア軍武器庫空襲によって破壊したと述べたほか、ウクライナ軍オデッサ行政区のセルヒー・ブラチク報道官もウクライナ空軍による航空機からの空中攻撃であることをあっさりと認めたよ。ウクライナ空軍では2023年5月にイギリスから空中発射型の長距離巡航ミサイルストームシャドウが供与された以降、ロシア軍占領地域の奥深くに隠された武器庫など軍事施設への攻撃を積極的に行っていたからな。このストームシャドウは爆撃機、攻撃機、戦闘機などから発射することができ、その射程距離は諸現状 250km 以上となっているぜ。この兵器は仏英共同で開発され、2001年にフランスの宇宙システム企業 EADS 傘下である、アイロスパシアルミサイルとアレニア・マルコーニシステムズのミサイル部門が合併して誕生した、MBDA 社が製造を担当しているんだって。ほぼ同時期にフランス、イギリス、イタリアで導入されており、ストームシャドウという呼称はイギリスのもので、フランスでは SCALPEG との呼称で通っているよ。フランスの SCALPEG はミサイル D クロイズアイリネーバル海軍巡航ミサイルと呼ばれる、水上艦発射型と潜水艦発射型のものが開発されており、これらは丸い魚雷発射管から発射できるように胴体の形状が四角形から円筒形に改修されているほか、ロケットブースターが追加され、主翼の格納方式やエンジンなども生まれ変わったんだ。ストームシャドウ本体の規格は全長 5.1 メートル直径 0.48 メートル重量 1230kg で、胴体は四角形の断面となっており、航空機から発射後、本体に収納された主翼を広げ、ターボジェットエンジンによって、マッハ 0.8 という最高速度を発揮して 250km 以上の距離を巡航することが可能みたい。その誘導方式は中間誘導に INS GPS DER PROM などを利用して地形に沿った飛行もでき、最後は赤外線画像シーカーによって誘導されるよ。そして、弾頭には貫通力に優れている二重弾頭のタンデム HTAT が搭載され、この弾頭は目標に命中した際、最初の爆発で穴を開けると同時に2発目の弾頭がその中を貫き深部で爆発する戦車が最も恐れる仕組みとなっているんだ。ウクライナ軍ではストームシャドウが供与されるまでは、アメリカから供与されたハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システムから発射可能な、M31 と呼ばれる射程 90km の GPS 誘導ロケット弾や、NATO 各国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能で、射程 40km のエクスカリバーなどによって、ロシア軍の後方に隠された弾薬庫や燃料庫などの兵站集積ポイントや司令部兵舎などの施設及び、鉄道橋梁などの補給路に対して精密攻撃を実施して、
最前線に立つロシア軍部隊への補給を遮断することで弱体化させてきたな。それら長射程 GPS 誘導ミサイルによる後方兵站施設などへの攻撃に困ったロシア軍は、これまで最前線近くに設置していた兵站集積ポイントを M31 の射程外となる 100km 以上後方に下げたので、逆にウクライナ軍では以前のように最前線のロシア軍部隊を弱体化させることが容易にできなくなっていたぜ。そのためゼレンスキー大統領は M31 と同様にハイマースや M270 から発射可能な最大射程 300km の巡航ミサイル、エイタクムスをバイデン大統領に対して供与を求めてきたが、それがロシア国内への直接攻撃に使われた結果、侵略戦争のエスカレーションとロシアによる報復としての核攻撃を懸念して、その提供を断固拒否していたってわけだね。しかし M31 でロシア軍部隊の後方の奥に設置された兵站施設や補給路などへの攻撃が難しくなり、戦線が膠着状態となったことを危惧したアメリカは、ウクライナ軍に対してハイマースや M270 などから発射可能で射程 150km とされる、GLSDB 地上発射型小直径爆弾を供与することを今年の2月3日に決定していたな。この GLSDB はグラウンドローンチとスモールダイアメターボムの略称で、日本語では地上発射型小直径爆弾と記載されているが、実際は航空機から落下させる単なる爆弾ではなく、ロケット推進力によって飛翔するロケット弾のことを指すんだ。それでも爆弾と名付けたのは、弾頭に GBU-39SDB と呼ばれる、小直径爆弾が航空機用の GPS 誘導滑空爆弾を使用していたからだね。GBU-39SDB の初弦は重量約 128kg、 全長 1.8m、 幅 190mm で、アメリカのボーイング社が開発し、航空機から発射後は本体に収納されている翼を広げて滑空し、GPS を利用する管制後方システム INS によって精密に誘導され、150km 先の目標に対して誤差 3m 以内の精度で着弾するよ。こいつは速度の遅い滑空弾ではあるが、その弾頭は厚さ1メートルの鉄筋コンクリートを貫通するほどの破壊力を持っており、M31 に代わって奥深くに下げられたロシア軍の兵站補給施設などの攻撃に有効であることは間違いないぜ。しかしながら、まだ製造が開始されたばかりでアメリカ軍の保有在庫が少なく、ウクライナへ提供されるのは今年の秋以降とされ、しかもハイマースや M270 から発射するためには多少の回収が必要であることから、すでに遂行されている反攻作戦には間に合わず、苦肉の策としてイギリスがストームシャドウを急遽提供することになったのかもしれないな。こたびのストームシャドウによるロシア軍の関連施設への攻撃は、従来ウクライナ軍が M31 で攻撃不可能だった、アゾフ海沿岸にあるマリウポリやペルジャンシクといった港湾都市周辺でも強化されており、なおかつ今回初めてヘルソン州の南端にあって、クリミア半島につながる幹線道路に位置するヘニチェスクが攻撃されたことで、ウクライナ軍がヘルソン州のドニプロ川東岸への侵攻も見据えていることが見えてきたよね。ドニプロ川渡河作戦に関しては、ヘルソン市の上流にあるカホフカ水力発電所ダムが6月6日に破壊されて下流域が大洪水となったことで実施不可能とされていたが、ヘルソン市近くに架けられていた浮き橋などが生きていたことと、さらに水が引いたことで再び持ち上げられており、ウクライナ軍がノバカホフカでドニプロ川を溶かして東岸に橋の対岸を守るための砦で橋頭保を築こうとしているとの情報もあり、西側メディアや軍事専門家などの注目を集めているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。